ここは尾瀬ヶ原のど真ん中、水芭蕉群生地で知られている下の大堀川の休憩ポイントなのだが、ご覧のように私は360度水に囲まれ、途方に暮れてやけくそでビールを飲んでいた。尾瀬ヶ原の湖畔でビールっておしゃれよね。ちょっと待って。尾瀬ヶ原って湖なんかないんじゃない？どういうこと？一日限定の湖？わあ、なんだか面白そうね。番組登録してみちゃおうっと。レイ。尾瀬ヶ原の春は遅い。5月ゴールデンウィーク頃から本格的に雪解けが始まる。至仏山のふもと、上田城の池塘に雪解け水があふれて、数日間小さな湖ができる。年によって出現する時期は一定しないが、雪解けの湖は春の風物詩であり、水面に浮かぶ逆さ至仏や逆さ火打ちの景色は息を呑む美しさだ。ただ、そんな雪解けの尾瀬ヶ原湖の命は儚く、短くて3日、長くても1週間は持たない。その数日の期間が終わると、やがて雪は消え、草木が芽吹き、生命の息吹を感じられる躍動の季節がやってくる。そんな躍動の季節、のこのこやってきた私はいきなりゲリラ豪雨の洗礼を受ける。三原市キャンプ場でテント泊していたのだが、その豪雨のため尾瀬ヶ原のあちこちで木道が水没し、山の花方面に戻れない状況となっていた。こちらから向こうに戻れないのと同様、向こうからも登山者が誰も来ないという。ここは陸の孤島状態だったわけだ。とりあえず木道状況の情報収集しに出かけてみるのだった。前夜降り出した雨は今日の午前中いっぱいで止んでいるのだが、水が引くのに時間差があるので、天気は回復しても登山客はほとんどいなかった。誰もいないのに晴れ上がった青空の下、無駄に景色がいいというのはいかにも登山あるあるだ。Thank you.
早速今縦断した幻の湖の位置関係を明らかにしよう。振り返って日内ヶ岳を目印に、地上から見る限りでは、向こう岸は巨水林近くまで広がっているので、地図で確認するとこんな感じだろうか。まだ午後早い時間なので、若干不安はあるが、山の花方面にもう少し進んでみる。尾瀬ヶ原の東の端と西の端のちょうど中間点が、ここ下の大堀川だ。ここは知る人ぞ知る、水芭蕉の群生地で、尾瀬の水芭蕉の観光パンフレットには必ず出てくる鉄板の撮影スポットなのだが。残念ながら、木道もろとも水没してしまっている。中間点の下の大堀川橋まで行ってみよう。ああ、なるほど、川が氾濫している。雨のピーク時にはかなりの水量と水流があったであろうことは、木道に引っかかっている水草の残骸が物語っていた。この流れはおそらく牛首分岐の向こう側までつながっていそうだ。今日一日、ずぶ濡れのテントを干した以外は、結局何もできなかったけれど、なかなかレアな景色を満喫できたということでよしとしよう。キャンプ場のテントの上に乗せて乾かしている寝袋が、乾いているかどうか、気になるところだ。びしょ濡れの衣類で荷物は重くなっているが、もう一回雨が降ったら、さすがに困るなぁ、などと半分諦めの状態だ。しかし、まあ、なぜだかわからないが、絶景の中でのやけくそビールは、意外にうまい。尾瀬ヶ原の真ん中まで探検してわかったことは、中田城に2つの湖が出現しているという信じがたい事実だった。北から猫又川、南から川上川が、山の花あたりで合流し、よっぴ川と名前を変えて尾瀬ヶ原を縦断していく。最後は只見川と、もう一回名前が変わる。今日見た二つの一日湖の発生は、この川とは別に、尾瀬沼から流れてくる、むしり川が大きく関係しているだろう。尾瀬沼や日内岳に降った雨を集めたむしり川が、傾斜が緩くなった竜宮の巨水林で氾濫する。うわうわうわ、いやマジか。そこに綾目平方面から長沢などに降った雨水が下の大堀川に流れ込み、尾瀬ヶ原の流水の処理能力を超えた時、二つの一日限定の幻の湖が出現するといった感じなのだろう。
い、こんにちは。うん、なかなか面白かったわ。私は高評価よ。それと。みんな、ありがとう。次の動画を見たい場合は、この PC の画面内の矢印の先をクリックしてみてね。